異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。
あんたが配達人か？第二次遠征隊の代わりだって？聞いてはいたが、まさか本当に一人とは。だが荷物は完璧だな。これを一人で運んだのか？それでカイラル通信はあんたが繋いでくれるのか？ああ、いいか。もちろん頼む。この時を何年も待っていたんだ。それをどうしたんだ？その人形。見ろ、こいつだ。あんたのと同じだろ。ああ、人形なら BB ポッドを受け取った時からついていた。誰から受け取ったんだ？イゴール、死体処理班のやつだ。俺の弟だ。それをなぜ？弟はどうしてあんたに渡した？なぜだ？最後の時一緒にいた。イゴールと遺体を運んでる時、奴らに囲まれたんだ。イゴールが捕まった。最後は俺に逃げろと。そうか。それであんたは？こいつはいよいよだな。その人形はあんたが持っててくれ。第二次遠征隊のメンバーだ、そいつも。わかった。それからこれをあんたも持って行ってくれ。あんたが一番必要だろう。ありがとう。ボートノットシティがつながったわ。その年は UCA の一員になった。データは UCA と相互に共有される。カイラルプリンターが稼働するようになれば船だって新造できる。そうすれば湖の向こうのノットシティにも昔みたいに行けるようになる。だからといっていいことばかりがあるわけじゃない。 UCA に加盟すればテロに狙われることも増えるでしょう。だけど私たちは抵抗していかなければならないの。この先各地のノットシティもカイラル通信がつながるのを待っている。アメリカ再建のために。みんなあなたに期待してる。お願いね、サム。ありがとう。俺たちも UCA の仲間入りだ。あんたは湖を渡って西へ行くんだろう。ああ、船はあるのか。それがもう何年も出ていない。ブリッジズの船は全部テロで破壊された。
あるのは民間配送業者の船だけだ。民間の、ひょっとしてフラジャイルエクスプレスか。そうだ、代表者に話してある。運んできた荷物の一部は船に積んでおくよ。荷物はもちろんだが、久々の入港だ。レイクロッドシティの連中も喜ぶだろう。準備ができたら港に行ってくれ。配送センターを出てすぐだ。大丈夫、ポートノットに雨が降ったことはない。プライベートルームで休憩でもしていったらどうだ。でも連れて行ってやる。
ってらっしゃい。頑張ってください。神の粒子。ああ、こいつはお前が運んできたのか。まだ壊れてないようだな。ブリジット・ストランドは死んだ。ついに最後のアメリカ大統領は死んだ。そうか、彼女を次の大統領に。しかしそれは違うな。彼女は政治向きじゃないだろう。心配するな、彼女は俺が見つける。俺が彼女を保護してやる。俺はデス・ストランディングの正体をつかんだ。だがお前たちはまだ知らない。彼女は違う。俺たちのようなドゥームスとは違う。そう、あれこそがこの世界を滅亡させる絶滅体なのだ。ああ、この手を人とつなぐことはできないが、俺はあの世とはつながっている。お前が架け橋なのではない。そう、俺こそがあの世とこの世界、彼女とをつなぐ架け橋だ。こいつに食われろ。ここでボイドアウトが起きれば年ごと消えてなくなる。どうだ、そろそろ退屈してた頃なんだろう。ずっとお前が欲しがっていたゲームオーバーだ。聞いてくれ、サム。想定被害範囲を計測した。そこでボイドアウトを起こせばポートノットシティを全て失うだろう。放っておけばノットシティ圏内に侵入し住人に接触する可能性もある。このままではまずい。そいつは必ず排除しなければならない。
聞いてくれ、サム。想定被害範囲を計測した。そこでボイドアウトを起こせば、ポートノットシティ。すべて失うだろう。放っておけばノットシティ圏内に侵入し住人に接触する可能性もある。このままではまずい。そいつは必ず排除しなければならない。
3、想定被害範囲を計測した。そこでボイドアウトを起こせばボートノットシティを全て失うだろう。放っておけばノットシティ圏内に侵入し住人に接触する可能性もある。このままではまずい。そいつは必ず排除しなければならない。予想はしていたが、かつてなかったことだ。人類が BT を退けるなんて。やはり君の機関車としての能力のおかげなんだ。君の体液や血液は BT に接触してもボイドアウトを起こさない。君のカーが B 氏との結び目から押し戻されるように、おそらく君の血は BT をあちら側に押し戻すように作用する。そうとしか考えられない。サム、君は私たちの希望だ。絶滅を回避できるかもしれない。サム、見事だった。さあ、西の果てでアメリも君を待っている。船の用意もできた。この先のレイクノットシティへ運ぶ荷物も積んだ。港に急いでくれ。
異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。
行ってらっしゃい。武器のロックを解除します。Yeah.
ID を確認します。 ID 認証。
を確認。お疲れ様です。異常なし。ようこそサムポーターブリーチ。いってらっしゃい。